毎度、徹子です。昨年9月から始まった米韓防衛費分担金交渉は9ヶ月目に突入しますが、未だに協定妥結のめどは立っていません。交渉当初は50億ドルだった分担金は40億ドルまで減額されていますが、この条件で妥結した場合、韓国の財政を圧迫することは必至の状況です。そんな状況で、トランプ大統領が韓国が多くのお金を出すことに同意したと衝撃の発言をしました。ニュースの詳細。米国のトランプ大統領は29日、韓国が国防協力のためにさらに多くの寄付に同意したが、金額については話さなかったとロイター通信が報じた。韓米防衛費分担金交渉と関連し、韓国がさらに多くのお金を出さなければならないという趣旨と解釈される。ロイター通信はこの日、トランプ大統領がワシントンのホワイトハウスの執務室で行われたインタビューで、韓米防衛費交渉に関連し、我々は合意をすることができる、彼らは合意することを望んでいると述べたと伝えた。トランプ大統領は続いて、彼らは多くのお金を出すことに同意したとし、彼らは私がこの席に来る前よりはるかに多くのお金を出していると述べた。自分が2017年に就任した後、韓国から多くの防衛費分担金を引き出したとして成果を誇るとともに、韓国側がさらに多くの防衛費分担金を出さなければならないと圧力をかけたものとみられる。これに対して韓国外交部は、韓米間の防衛費分担金交渉は引き続き進められており、まだ何も合意されていないと明らかにした。トランプ大統領の発言が韓国側が大幅増額に合意したかのように解釈されるのを防ぐために線を引いたものとみられるとのことです。マジで韓国外交部が否定しているので、トランプ大統領の韓国が防衛費をさらに支払うというニュアンスの発言はブラフだったみたいですね。水面下ではいろいろな交渉をしていると思いますが、米国トップが韓国に直接圧力をかけるってすごいですね。日本ももっと他国と強気の交渉をしてほしいです。でも外交力の裏付けになる軍事力が行使できないので、いつも弱腰外交。世界第3位の大国なのに情けないって感じちゃいます。米韓は今年1月から適用される防衛費分担金特別協定 SMA の締結に向けて、昨年9月から交渉を行っているんだけど、4月になっても交渉妥結の気配はありません。4ヶ月も協定の空白期間ができているので、早急に妥結する必要があるんだけど、この先どうなるのかな。交渉開始当初、米国は韓国にこれまでの負担額の5倍を超える50億ドル、約5400億円近い負担額を提案して、武器購入と引き換えに要求を40億ドル前後に引き下げています。韓国政府も妥協して、韓国側の防衛費分担金を少なくとも 13% 引き上げる案を提示したのですが、トランプ大統領によって拒否されています。あかん。日本も決して他人事ではありません。もしも韓国の言う 13% アップ程度で米国が妥結するようなことがあれば、日本や他の同盟国から米軍駐留経費の削減を要求する声が出てしまいます。交渉のプロであるトランプ大統領が賞賛なしに交渉を進めることは考えにくいので、米国が妥協する可能性は低いのかなって思います。ただ韓国が米国の圧力に屈して駐留経費の増額を認めてしまうと、日本にも予算の増額を言ってきそうなので怖いです。トランプ大統領には米国の大統領選を前に結果を残したいという狙いもあると思いますが、その巻き添えにはなりたくないですね。こちらが韓国の反応です。我々は分断国家だから、もっと国防力を高めて他人の力を必要としない国にならないといけないね。戦術核を保有しよう。自主国防を成し遂げるには周辺国があまりにも強すぎます。残念ながら世界2位の中国を防ぐには韓国がいくら強くなっても無駄。
米国が必要です。核がなければ何の意味もない。米国が韓国から核ミサイル防御システムを取り除いた瞬間に我々は全滅する。米国が韓国から手を引いた瞬間、第三次世界大戦が起こるだろう。米国は韓国が必要なんだから恐れる必要はありません。米軍を養うのは今のままの費用で十分だと思う。地理的に北韓、中国、ロシアを牽制するのに最適な国なのです。果たして米国と中国は何が違うのか。この機会に在韓米軍を減らしましょう。絶対要求通りにしてはならない。これまで得た政府に対する信頼はすぐに崩れ落ちるだろう。中国を牽制してアジアで影響力を維持するために韓国が駐屯地を提供しているのに文句ばかり言ってくる。米軍を撤退させることがこれからしなければならないことだ。米軍を送り返す請願をすべきかな。最後まで見てくれてありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。